オーブリーに立ち向かうため自分の現在地を確かめる。おう、この人誰？あ、もう手遅れた。なあ、医務室みたいなところだけど。私はエイドの研究を手に入れるって約束したわ。モーブリーを脱出させるという約束も果たした。そしてその結果折れたアバラと心臓、でもまだオーブリンを殺すという約束が残っているまで最高。ちょっと待って、殺すの？まあ確かにもう殺すレベルの、なんかだって俺のこと殺しに来たからな、ローズのことぶっ殺しに来たからな。多分エイダじゃねえや、ローズが多分その怪力で頭を一発ぶん殴れば終わると思うよ、あんなデブの男ぐらい。あれ、あかね、多分ローズの怪力で顎を思いっきり一発入れれば一発で乗っかうけどよ。ああ、そんな、そこには手術室。あれ？あの子がいない。あ、原因になってる。二つ揃えば、鍵になるわ。そうすればこれを解決できるのよ。お願いお願い。あ、さっきまでのやつだな。自分の原因が見えてる。お姉ちゃんついに切れたの巻。ブチ切れですね。あ、え、え、これ私？え、自分が無意識のうちにもう遺体を運んでたの？え？これ私よ。エイダを抱えている。でも、どういうこと？処理落ち重すぎて若干辛いわ。めっちゃカクカクする。過去にここにいたってこと？ん？私はヘリオスで起こるであろう出来事を急くて船に乗ったわけではなかった。そして実際に私、ちょ、早い！ただその変化は創造性のものとはちょっと違った。それとも今はただ。じゃあ早すぎて俺マジ読めなかったんだけど。早すぎ字幕。いや、フラッシュバックと言ってもフラッシュすぎ。今のうちにお姉ちゃんに説明しておけない。そうすればこういうことは悩まないと伝えられてると思うから。お姉ちゃんはいつも私を守ってくれた。でも今回はこうするべき運命だったぜ。渡るたびにフラッシュバックするのかな。今はあまり状況が飲み込めないかもしれない。でもお姉ちゃんはきっと約束を守ってくれると約束信じている。愛してるぜ。あの、お前の弟エイダより。あんたのところに戻るわ。全てうまくいくわよエイダ、約束するわ。エイダ、あなたは正しかったわ。全てが矛盾しているわ。あのゲームは何だったの？過去、現在、それとも未来？あの上に出会う、キャリア、スマイル、セーゼン。でも私は約束を果たすわ。あなたの研究を取り戻す。ハートリー、で、ハートリーが、ちょっと待って、途中さ、英語になるのやめない？なぜ、傷はどうだったかね。私は医者ではないのだが、できる限り抜くとやってみた。私は大丈夫よ。もしこれが私がエイダの研究を取り戻すことに対する妨害工作だったら考えなさそうがいいわ。いや、全くの逆だ。君の助けを必要しているんだよ。エイダも君に期待している。エイダも君、私に期待するってどういうこと？エイダはもういないわ。エイダは死んだ。だが彼女はいなくなってはいない。彼女は研究である複数の時空と亀裂への露出が物事を大きく変化させた。元に戻せない変化を起こしたのだ。彼女は言葉としてそれは理解に苦しんでいる。連続する事象を起こしている。しかし彼女の研究が全ての鍵を握っているんだ。あの子もそう言っていたわね。とにかくあのノートを取り返せるように手伝わせて。手伝ってくれない？マジで手伝っててもらうよ。君がタワーについてからオーブリーについてどう対処するかを考えよう。テスラ更新終了。しっかり更新の後にあのオーバー言うんだね。
随分綺麗なところだな。なんか木もあったりして緑もあったりしてさ。随分と緑が侵食しているところだな。植物に関する研究とかしてるのかな、ここでは。これなんかスチームパンクのデザインと緑が融合してるの好きだよ。あ、でもなんかそのまんまなんかガチャンガチャン動いてるのも好き。ラピュタ感あるね、ちょっと。あの、ラピュタ感がある。緑とスチームパンクな感じっていうのは。Yes, boss. Over. てか、あのフラッシュバックのところマジで分かんなかった。ここで何をしていたのかしら。植物から電力を集めようとしていたの。何でもかんでも電力で変換しようとするな、テサラさん。何でもかんでも電力で変換するじゃん。お、これかな。ラボを走り抜けレールステーションへ到達しろ。何これ。下の発電機は緊急ドアを短時間開くために装備されているレバーを引いて走れ。検疫を突破せよ。検疫を突破せよ。その通りね。あ、ごめん、普通に読んじゃった。普通に読んじゃった。パズー、セーター。あれかん。はい。何これ。開発中プロジェクト設計値。明確な考えを促進するために脳シマスピモスだらららら。脳シナプスの共鳴を作り上げるプロジェクト。神神。さあ、まあ、あれ、ちょっと。なるほど、発電機は一定時間しかオンにならないのね。いいわ、すぐに終わらせるわ。まあ、見客のローズさんなら多少怪我しておいても大丈夫よ。行くぜ。ローズさんマシは足早いからな。今怪我してるけど。オッケー、はい、ガッチャンコで来るんだろう。オッケー、タワーに通じるレールステーションを探そうね。もう原因が。あっちね。これか？大丈夫これ？電力が通ってないな。違うか。だいぶもうこの青い霧の中走ってるけど、この検疫とかいう。これ走り抜けると確か怪物が寄ってくると思うんだけどな。なんか怪物出れてるね、多分。いや、ちょ、ローズさんのお前がローズさんのお前出ていけよ、みたいな。いや、俺ちょっと緊張しまってるよ、お前が先に行けよ、ってなってる。陰キャの譲り合いが起こってるわ。あ、これね。オッケー。お、走れる。いいね。走れ。走るら。見客見せてみろ。よっしゃ。オッケー。さすが。ジャーナリストじゃなくてね、陸上選手になった方がいいね、ローズさん。短距離走結構速いと思うよ。めっちゃ走っとる。ちょっと待って、めっちゃ走ってんじゃん。OK、 ステーションまでもう少しよ。あー、でもローズさんばりに速いな、こちら。レールカートに乗ってテスラタワーへ向かえ。マラソン大会かな。
何人かは無事のようね。よかった。よかったわね、過去の人たち。レル来んのこれ。なんか前はオーブリーが向かわせてくれてたけど、あ、これか。何？ああ、スイッチを引っ張ればいいのね。はい、ガッちゃん。カモン。カモン、ブルーファコン。ゆっくり来てくれたね。あ、しっかり降りてくれる。おしゃれー。装飾とか何もめっちゃおしゃれなんだけど、こういう世界観超好き。バイオショックもいつかやってみたいな。あれはあれで名作らしいし。あっちね、進路。あれ？これでショー終わり？あ、次第10章で終わりだもんな。これちょっと最後までやるか、一応。次9章だよね？これだよね？じゃあ、第10章までやろう、もうこれ。多分時間的に大丈夫だろう。なんか一つ一つの章の長さからして。じゃあ、第9章、アレスの道、やっていこうか。マジいちいち神の名前使ってるけどさ、途中のこの第5章あたりだっけ、なんであれ急に日本の神になったんだろう。これは心配だわ。テスラと協力してってあったけど、テスラどこにいるの。こっち。わー、死体の山。なぜ到着したかね。うん、タワーに向かって歩いてるわ。一体何が起こってるの。亀裂を閉じるためにオーブリーがヘリオス中からパワーを引き出すという絶望的な試みに出たんだ。彼は事態を悪化させているだけだ。特異エネルギーがそこら中に漏洩してしまっている。手遅れになる前にあそこまで行かなくては。タワーの一番下の入り口から入り、大きな業務用エレベーターを見つけるまで進むのだ。それでタワーの上まで行き、オーブリーを止めてくれ。めっちゃ壊れてる。それ以上いい計画はなさそうね。そっ、君がオーブリーを見張っている間に、私は君の妹の研究を使い、正しい方法で亀裂を閉じる。だがもうそろそろ時間がない。急げ。あれがテスラタワーね。どれがテスラタワー？じゃあわかんないんだけど。わかんないんだけど。どれテスラタワー？これ？これなの？タワー？タワーっていうよりなんか、普通になんかでかい建物。めっちゃ違う。ある。で、幻影がより多く見えるようになってきたね。オープン。お邪魔。え、お邪魔拒否されたんだけど。え、ね、これ。ああ、で、滅菌室とかなのかな。はあ、まあいいや。あれ、なんかロードマーク入った。誰だ。ニコラ、あんたのか。誰だろうが、とにかくあっちへ行け。忙しいんだ。オーブリー、どうも。その方程式を解くのに誰かの助けは必要なそうね。ローズ、まだ来たのか。そうか、君の妹よりもかなり手強い相手だな。あなたはエイダの10分の1にも及ばない科学者ね。ああ、それなら心配なさ、ロージー。あの女が俺から奪った座を取り戻すに、あいつと同等になる必要はないからな。俺に必要なのは少しの時間と死んだ奴の親戚が邪魔しに来ない環境だけだ。マジ無能だな、オーブリー。あ、これであったかな、さっきのところ。無能科学者オーブリー。残念ながらヘリオスに死す。あれ？あ、ちょっと待って、今気づいた。
ローズさんジャンプできる。ローズさんジャンプできるんだけど。今気づいたわ。ローズさんジャンプできるんだ。知らなかった。第9章にして初めて知った。テスラタワーの設計図。ヘリオス号のテスラタワーの機能について詳細に。ああ、ゴミね。あ？おっとダメだ。そっからは進ませない。めんどくせえことしてくんな。これは何？あ、お得意のダクトだな。マジメタルギアやってる気分になるわ。ショータイムだ。もうちょっと低いかな。ショータイムだ。いや、ごめん、あの大塚明夫さんのモノマネはできません。てってれってれってってって、ショータイムだ。あ、どうもローズです。フューチャー、未来を目指していたんだな。さてオープン。ちょっと待って、肺が、いろんなところにポスター貼れてるね。こっか。ここのドアを塞げねえようだな。じゃあさっさと走って。は？止まると言ったんだ。はあ、こっか。あ、やべ、ちょっと待って、舌打ちが出ちゃった。俺あのね、舌打ちはあんまりしないようにしてんだけど、ごめん。今自然に出ちまった、ごめん。ちょっと油断してた。何これ、テスラタワーの設計図。あ、いらないやつね。俺下打ちをするってなかなかちょっとほら、印象悪くなる。これ行くの大丈夫かな。触ったら来るでしょ。よいしょ、大丈夫これ。ほら、でもこの先には行かせない。はあ、いや行きますけど。これテスラタワー、あ、いらねえや、ゴミだった。あー来たな。ランニングウェメン、ローズが始まります。どうも、実況は私ファントムです。いやー、なかなかの見学ですね。ごめん、解説だったわ。どっちかっていうとこのテンションは解説。何これ、テスラタワーステーション。あ、ゴミですね。あ、ローズ、いいか、君の覚悟には出そうだよ、ほんとさ。だが俺は今、正義のヒーローになるために集中しなきゃならない。オーブリー、彼は、あなたのしたことを、テスラは全てを知っているのよ。は、ザリオトマ。俺は亀裂を閉じてヘリを阻止する。ニコラは、俺が言うところとのみ信じるんだ。今回は嘘に騙されないわ。オーブリー、ちょ、待って、早すぎる。字幕早すぎよ。そんなことしか言えないのか、ローズ。いたずしいな。もし必要なら俺がベニーを殺したように君のことも殺す必要があるかもしれないな。その空っぽな脅しはそれぐらいにして。おう、ボス、ここに来ていただけで光栄です。どうも、何かおかしくなってしまったようだ。ね、ニコラ、ニコラ氏、ローズ、もしよければエレベーターを使ってタワーの上まで来てくれないだろうか。君の助けが必要なんだ。機材用エレベーターを使ってタワーの上に行け。とりあえず全部下ろすか。あれ、でもオールグリーンにしないとダメだよね、多分これ。オッケー。こういう系のパズル多いよな。あれ、あ、これエレベーターなんだ。ずいぶんのなんかエレベーターだな。これで第9章終わり？はえー、第9章なんかつなぎみたいなもんだな。ただ、第10章は多分ちょっと長めだな、これで。この勢いでいくと。